すぐ次の週マレーシアグランプリ予選で事件が。アタックを終えたハミルトン、コースのライン上を徐行運転、後ろから来たハイドフェルドを妨害、やむなく中央から避けて抜いていく。左側にマクラーレンがいる。タイムロスだ。マクラーレンチームにペナルティーが。審査委員会はハミルトン、コバラネンに対し5グリッドダウンを命じた。ハミルトン、ご機嫌斜め。9位スタートになった。ポールはマッサ、横にジャン・トッド前監督、ライコネン2位、フェラーリ最前列に来た。マッサがスタートでライコネンを牽制。2人とも第2戦ここで勝って開幕のつまずきをリカバーしたい。どっちも熱い。フェラーリ勢ハイペース。先にマッサを入れた後、次の週にライコネンピットへ。1回目ストップでスパートしたライコネンは前に出る。ハミルトン、右フロントタイヤ交換に手間取る。19秒9、10秒以上もタイムロス。2位走行中マッサ、単独スピン、スピニングホイール。トラクションコントロールシステムなどが禁止され、マシンコントロールがシビアになった今年、その影響か、マッサパドックへ。落ち込んでいる。勝ったぞライコネン、通算16勝。今日はノートラブル、マシンさえ問題なければ速い。ペース上がらず、ハミルトンは5位に終わった。フェラーリに次ぐ2位にクビサ、侮れない存在、今年の BMW。